皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ポッペアイということで、今日はフライパンに並べて焼くだけパリパリシリーズということで、最近ほうれん草が旬で、今日もお値打ちに変えたので、ほうれん草をたっぷり使ったパリパリほうれん草を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ほうれん草1束 200g の汚れを水できれいに洗い流します。身の部分には特に土がついているので、注意しながらきれいに洗い落とします。水洗いしたら根元 1cm を切り落とし、3センチ幅ほどの長さに切ります。切り終えたら茎、葉の順に耐熱のボウルに入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで2分半加熱します。加熱したら流水でさっと流し粗熱を取り、ザルにあげて水気を切ります。ザルにあげたら手で握って水気をしっかりと絞ります。水気を絞り終わったら、ハーフベーコン2枚を細切りしてほうれん草と一緒にボウルに入れ、ガラスープの素小さじ1、オリーブオイル小さじ2を入れ混ぜ合わせます。調味料を合わせたら、フライパンに薄くオリーブオイルをひいて餃子の皮を円形に並べます。餃子の皮と皮の隙間に重ねながら入れて、円形になるように並べていってください。餃子の皮を並べ入れたら、合わせておいた食材を全体に広げのせます。具材を全体に広げのせたら、ミックスチーズ 40g を全体に散らします。ミックスチーズを散らしたらマヨネーズをかけます。マヨネーズをかけたら、お好みで粗挽き黒胡椒を散らし、蓋をして中火で5分焼きます。はい、では5分焼いて、そこに焼き目がついてツルツルと動くようになったら、アルミホイルの上に取り出します。はい、ではアルミホイルの上に取り出したら、トースターや魚焼きグリルでチーズの表面に焼き目がつくまで焼きます。途中で餃子の皮の縁が焦げそうになった場合は、周りのアルミホイルをかぶせて焦げないように注意しながら焼いてみてください。はい、では焼き目がついたら、あとは食べやすい大きさに切って食べてみてください。ではこんな感じで、餃子の皮と旬のほうれん草で節約簡単美味しいパリパリほうれん草の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のほうれん草をたっぷり使ったパリパリシリーズ、パリパリほうれん草を作ってみました。それでは本日は腸整う乳酸菌で乾杯。乾杯。くー、激安50円。じゃあ早速いただきましょう。冬になって11月入ってくらいから、すごいほうれん草がお値打ちで、1袋を78円とか100円くらいで売ってるぐらい、かなりお値打ちになってたので、ほうれん草をたっぷり使ったパリパリシリーズ、パリパリほうれん草を作ってみました。じゃあもう熱々のうちにガブッといただきます。じゃあいただきます。ポパイうまい。めっちゃ美味しい。うん、一束たっぷり使ったほうれん草に餃子の皮を使うことによって、クリスピーピザのような感じでパリッとした餃子の皮がとても美味しいレシピになってます。で、ほうれん草は茹でていただいてもいいですし、今回はもうレンジ調理で加熱しました。レンジがある場合はもうお湯を沸かさなくてもレンジでしっかり火を通すことができるので、硬い部分を下にして葉を上に置いてレンジで加熱することで、お手軽簡単に火を通すことができます。
で、毎度ここでこのパリパリシリーズならではの餃子の皮を使ってフライパンでしっかりそこに焼き目をつけることによって焼き目の香ばしい風味が美味しく、ちょっとこのね餃子の皮の縁の部分はしっかり焼き色がついて、このパリパリっとした食感がとても美味しいです。これでもかってくらいたっぷりほうれん草を使いつつ、ハーフベーコンを2枚、ほんと少量入れているだけなんですけど、全体にベーコンの旨味と塩気が回って美味しく仕上がります。でプラス味付けにオリーブオイルと鶏のガラスープを合わせることによって、ほんとこのほうれん草とベーコンだけでも美味しく食べられるくらい、オイルの風味と鶏ガラがほうれん草にもよく合い美味しく仕上がります。で上にチーズとマヨネーズをつけて、最後グリルで焼き上げることによってチーズの香ばしい焼き目も美味しく食べられます。でよくね質問があるんですけど、グリルやトースターがない場合、食材に火が通っているので、最後こう弱火で蓋したままチーズを溶かして食べていただいたり、ちょっとこう電子レンジで加熱してチーズをね溶かして食べていただいても大丈夫です。まあその場合は少しこうこんがり焼き目がつかないんですけど、もしグリルやトースターがない場合は少し最後チーズを溶かして食べてみてください。11月から年始くらいまでほうれん草って旬でお値打ちになってくるので、今回もこの餃子の皮と旬の食材で安価に美味しく作れるレシピになってます。ほうれん草を一束たっぷり使って野菜をたっぷり食べたい方にもおすすめのレシピになってます。ほぼほぼほうれん草でベーコン2枚なのってくらいかなり美味しいです。パリパリシリーズいっぱいやってるんですけど、このランキングねトップに入るくらいめちゃくちゃ美味しいレシピになってます。はい、ということで今日は旬のほうれん草をたっぷり使ったパリパリほうれん草を作ってみた動画でした。たっぷりのほうれん草にベーコンの旨味、パリッパリの餃子の皮がとても美味しいレシピになってます。お手軽な食材で作れますし、ほうれん草も旬で野菜をたっぷり美味しく食べたい方にもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。ほうれん草もはやこれピザ越え。